皆様お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっ、それでは参ります。これは勇気を出して獅子と化けた一人の少女の物語。眠れる獅子をいざ目を覚ますとき、踊りんちゅ2023赤字教。大きな感謝を込めてありがとうございました。
ありがとうございました。踊り子撤収。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、学生よさこいチーム踊り子の皆さん、どうもありがとうございました。続いてのチームを紹介いたします。チャキルの皆さんです。お祭りを思いっきり楽しむをコンセプトに、高知出身の踊り子が